もうさ、このパターン来るよって言わせてることがやばいと思うけどな、あの人。とても不気味な感じよ。今パスワード打ち込む。パスワード。なんだろう。これさ、使えば何？あ、僕知らないよ。二人で回したくないだけ。だってリスク高いじゃん。狙われた時のリスク。わかんないから、ちょっと。見えねえんだよな。どうしよう。最悪誰かが見つかってもいいようにね、エリアっていうのを広く使って。こいつは何よ、こいつ。トーテムは何だか、何かのあれなの？トーテムを壊すことが何かのあれなの？発電機回さないトーテムだけ壊してるやついるけど。陰音するやつなの、これ。敵が分からん状態で回していいもんなんだろうか。誰んだけど、こうやって信用しねえやつって。信用するかわかんないけど。やば。やば、ミスったわ。駆け引き失敗。それに疲れるよな。いやもう野良ってマジで何して発電機から手を離すの。もうさあ、こういうとこだよな。遠目のやつは手を離すとか。近いとこなの？全員でもう発電機回さない状況を作ってさ。もうこういうチームとやって勝てる気しないけど俺。どうやって勝つの？勝てる気しねえけど。発電機から手を離す奴らって。どうやって勝つのか説明してほしいんだけど、これロジカルに。発生し。
最悪。捕まるリスクも考えて、意味がないエリア。重要な役割がある。回すとか回さないとか。こういう状態もいいわけ。ただな、不祥事だから。あと、俺は一体狙われてるから。無限ではなく普通のやつだと思うけど。俺ともう一人がその新キャラのなんだっけ、アランウェイクで、俺が回すか回さないかもずっと。だけど無理できない、無理、さすがに無理。無理無理。無理。残念だけど無理。なんでこのトーテムアサリとかいいんだろうね。俺がいる状態でさ、これダメだろノラって、ケイトのやつがもう一台回してくれないの。もう一台触るだけで天と地の差になるし、共鳴聞いてるからやばい状況なのに、立て続けに俺が共鳴のあれで聞いて、立て続けに共鳴が聞いちゃって、もうこういう状況になってるってことを理解しないやつがいるの。あと一台の発電機をただ回してくれるだけでいいのに、こっち目線ずっと共鳴聞いてるの。ずっと共鳴聞いてるし、発電機の5台目回さなきゃいけない。無理だろ、このケイトのやつがもう問題外なんだよ、プレイヤーとして。こんな事態になってからだから、マジでおっせえっていう。こんな事態になる前にやるわ。すごいでしょ、負傷状態で普通に動けるでしょ、ひろちゃんの凄みって。デッドロックも効いてるし、毎回これだぜ俺のとこ。
要はなんか脱出できないんだろうね。もう回すしかない。デッドバイのスーパースターがで、こいつもう触らないんだからよ。マジで驚くよ。またこれかよ、もう毎回これじゃねえか。これがこれがヒロちゃんデッドバランスファーストワッシュ。当たり目だろ。勝利の女神がいて、客観的に見てもアップがここで脱出できなかったらやばいだろ。誰からももう治療ももらえない状態でずーっとひたすらやるべきことやってたの俺じゃねえかよ。救助もしたじゃねえか、あの盤面で。いいんだよ。エイトは発電機を回す方を優先したんだから。俺が負傷状態で、状況で、救助に来てくれないと無理だろう。いいんだよ、チームのためになったんだから喜べ。チームのためになったんだから喜びなさい。そういう心でいなさい。うん、楽しいね、楽しいね、本当にね。あー気持ちいい。あー寝た、気持ちいい。うん、よし、勝った。おじい。もう。じゃないっていう今日。やってみるか。まあ、8時だから。やってもいいか。それでいいにやんないと。